第1試合タッグマッチ15分一本勝負、モハメド・ヨネ宮脇潤太 VS 桃田光雄菊池剛。丸藤直道デビュー20周年記念大会決勝全9試合が始まります。今日はノアにかつて所属していた選手が多数参戦します。まずいきなり懐かしの名選手レジェンド登場、桃田光雄菊池剛が入ってまいります。元ノアの2人がフルスのリングへ歩を進めていきます。先頭は30周年を迎えました菊池。さあそして後方6時半の男桃田、三沢さんとともにノアの礎を築いてきた男、ベテランの味がにじみ出ております。桃田は実におよそ9年ぶりの箱根マット参戦です。火の玉小僧菊池剛です。190パウンド、桃田光雄、第1試合は俺に任せろ桃田光雄です。桃田と菊池、ノアの旗揚げから主に前半戦を盛り上げてきた2人が第1試合に登場です。おっと宮脇が飛び出してまいりました。若手の宮脇あっという間にリング上、ノア生え抜きのルーキーであります21歳、気合が入っております宮脇潤太、オレンジの紙テープが飛び交います。さあそしてライブを決めてモハメド・ヨネが今姿を現すところであります。ド派手なコスチューム、おなじみのアフロが揺れております。モハメド・ヨネ今日は第1試合、熱い戦いで大会に火をつけます。さあこの明るいヨネが若手の宮脇を率いてキャリア78年タッグにぶつかっていきます。明るく激しいノアのムードメーカーモハメド・ヨネであります。オープニングマッチはノアのヨネ・宮脇組対6時半の男桃田と菊池のコンビです。さあ桃田菊池、この2人への声援が飛び交っております。両国国技館、まずは第1試合であります。そっと宮脇が突っかかってきました。桃田を狙っていった、大先輩である桃田に先制攻撃であります。さて佐久間さん、桃田がですね、はい、およそ9年ぶりのノア参戦ですね、うん、そうですね、やはりねノアの第1試合というのをね長らく担当してきた桃田が、はい、このね丸藤の20周年という舞台で第1試合に戻ってきたというのはね非常に感慨深いものがありますよね、はい。桃田は長らく第1試合を任されていたため6時半の男と称されていました。今日は3時の男としてリングに上がります。桃田はノアの旗揚げに尽力した選手、2009年にノアを退団しました。キャリア48年、69歳、今月21日に70歳の誕生日を迎えます。小林さん、まあ、桃田非常に副社長として、ね、ノアに貢献してきた選手ですよね。そうですね、今日はどうですかコンディション的にどうでしょうかね、まあ、この久々の両国のリングおそらく張り切っていると思いますが、さあしかしモハメド・ヨネがチンロックで捉えていきます。でもこの間会った時にですね、はい、桃田さんはもう、年取ったけど、毎日頑張って鍛えてるよって言ってましたね。そうですよね、69歳でこうしてまだリングに上がっております。ヨネが首を伸しに来ました。川田さん、はい、この桃田選手と菊池選手、まあ、川田さんの全日本時代の仲間ではありますけれども、はいはい、どういう印象がありますか。そうですね、僕はプロレス入ってきてもう毎日のように桃田さんと
ね、オープニングマッチをやってましたから、すごい桃田さんとやることによって、若手はみんなプロレスの基本というのを覚えさせてもらってましたから、そうですね、まあ、そういう意味ではこの宮脇ノアの生え抜きルーキーです。まあ、ノアの先輩たちの壁であった桃田とのこの初対決、佐久間さん、これ非常に貴重ですよね、はい、そうですね、まさかね、こういう形で対戦がね、おっと、はい、できるとは思ってなかったでしょうからね、今最初に仕掛けていきましたけど、ね、どんどんやっぱり仕掛けていってね、相手の本気を引き出していってほしいですよね。菊池が入ります。ヘッドバット、菊池は旗揚げから2009年までノアに所属していました。今はフリーとして様々なリングに上がっています。キャリア30周年。小橋さん、はい、菊池さんと小橋さん同期ですよね。そうなんです、はい、どうでしょう、30周年迎えましたけども、小橋こんなキャラだったっけ。いや違いますね、なんかちょっと違いますね。ちょっと川田さんの知っている菊池選手じゃないですか。ちょっと違いますね。違いますか。ただ気迫だけはね、ものすごく溢れてますよね。そうですね。おっとスープレックスを連発するフィッシャーマンズスープレックス、米がカットに入る、ブーイングが飛びます。まあ、でも小橋さんもこの菊池選手に対してはね、やはり同期の絆、これはかなりありますよね。そうですね、やはり苦楽をね共にしたっていう、うん、はい、そして菊池選手は長世代軍で川田さんと共に戦っていたこともありました。そうですね、はい、本当怖いもの知らずで、ね、はい、もう本当に上の世代にもう先頭に立って向かっていきましたよね。おっと強烈よね。菊池さんは試合中に顎が外れたこともありましたかね。そうか、ジャンプ2さんのキックを受けて、はいはい、顎が外れて、ラリアットを押されて顎が入ったっていう。あ、そうですか。やっぱそれだけで、あの男性の一番大事なところも終わっちゃいましたからね、はいはいはい、菊池さんは終わっちゃう。そんなに激しい戦いだったんですね。いや、すごかったですね。まあ、佐久間さん、はい、本当に菊池選手と、ね、ジャンボ鶴田選手の戦いというのは伝説ですよね。もうやっぱりね、長世代軍に対してジャンボさんが本気になっている、さらに一番体格差のある菊池さんとしては、うん、たまらない攻撃、まあ、こういう、ね、攻撃を何度も受けてきたわけですから、まだまだこれはね、はい、大丈夫ですよね。返しました。菊池さんもこれ頑張ってほしいですね。いや、本当ですね。しかし米が足止めに行きます。第1試合のタッグマッチ、一気に勝負に出るモハメド米、トップロープに乗せて、あっと場内のこの声、構わず米が筋肉バスター、カウント3です。米が菊池に完勝、筋肉バスターで菊池から勝利を奪いました。川田さん、いかがでしたか。なんかちょっと寂しい気持ちですね。小林さんはいかがでしたか。いや、僕もちょっと寂しい気持ちがあります、ね、でもまあ、いまだにね、この年になってもこれだけ怖いものを知らずで向かっていくっていうのが菊池剛だと思いますね。そうですか。桃田が握手を交わします。佐久間さん、いかがでしたか。はい、まあ、米が決めましたけど、宮脇にとってはこういう大舞台というのは初めてなので、 ね、そこで勝ち名乗りを受けるという、ね、経験をできたというのは、まずこう将来に向けて非常にいい経験になったと思いますね。本当そうですね。はい、まあ、でも菊池さんも、ね、まだこれからなんで、はい、まあ、53歳、まだまだ頑張ってほしいですね。セコンドについてるのは桃田さんの息子さんですよね。力選手ですね。はい、さあ、その息子の先導で久々の9年ぶりのノーマン